皆さんこんにちは、こんばんは。映画見てきました。とっても良かったです。皆さんも見た方がいいです。映画のグッズも少し買ってきたので今から開封していきまーす。ではまずお決まりのパンフレットですね。じゃじゃーん。まずは通常のパンフレットですよ。前面に映画のポスターのイラストが書かれています。そして少しミラー仕様になってるんですね。すごい反射する。いや、このイラストすごくいいよね。パンちゃんも可愛いし、みんな揃っていいじゃないですか。裏はこんな感じです。この車の中に飾ってあるマゼンタの人形めちゃくちゃ気になるんですけど、これフィギュアで出すかな、出してくれないかな。可愛い。そしてこちらがスーパーパンフレット。なんかすごくおしゃれな感じでもあります。ここにロゴがね、ちょっと触った感じがボコボコした感じでホログラムっぽい感じになってます。後ろもこれまたシンプルです。ご飯とピッコロがいます。すごくいい。そしてこちら入場特典。前回ブロリーの映画の時に行った友達と2人で行ってきました。でまたくれたよ。これ被るかな。被らないといいんだけど。この中にご飯か悟空が入ってます。でこのラバーストラップコレクション全7種、これとあと缶バッジ3つ、ホログラムアクリルキーホルダー、これを2個買ってきました。あとこのペネンコのぬいぐるみ、私持ってなかったんで欲しかったんですけど、私が行った映画館にはありませんでした。全部ぬいぐるみなくて、これちょっと買うつもりで行ったのにちょっと残念だったな。まあ、これは一般販売してるっていうことなのでね、見かけたら買おうと思います。ではまずこの入場者特権入場者特典から開けていきます。被らなければいいが。では1つ目、1パック目、まずは映画の宣伝。さあどっちでしょうか。せーの、ダーン、悟空。やった、悟空 SH。 あ、すごい光ってる裏はこんな感じになってます。プロモなので P って書いてますね。これでご飯が出てくれるといいのですが、果たしてどうでしょうか。さあ出るかな。行きます。よいしょ。あ、すごい、やった、揃った、イエーイ。ご飯 SH、 ピッコロさんが後ろにいていいじゃないですか。裏はこうなっております。あ、時空転送でね、ピッコロを呼び出すそうです。次、ラバーストラップコレクション。全7種。ここに載ってるうちの何か一つがこの中に入っております。私の狙いは、ガンマ1号、2号もいいけど、悟空も欲しいし、まあそんな感じですかね。さあ、行くぜー。気をつけて。危ないから。よし。あ、ほらちょっと、怖い。あ、簡単だった。さて何が入ってるかな、何かな、何かな。いきます。これはこれは裏だよ。でででで、でかくない、誰でしょう、このでかいの。あれじゃん、あれじゃん。え、フュージョン、フュージョンの2人じゃん。あ、違ったピッコロさんだ、ピッコロさんだ。あ、いやいいですね、ピッコロさん。では、ちょっと出してみようかな。どんな感じだろうか。いでよ、ピッコロ。はい、実物はこんな感じでございます。なんか、マットなピッコロさんですね。なんか私の思ったラバーストラップって、ちょっとすごいボコボコしてる感じだったんですけど、すごくマットで。マットなピッコロさん、すごいムキムキじゃん。缶バッジ、全10種。ラインナップ載ってないけど。次、缶バッジいきまーす。さあ、何が出るかな。あ、すごく、テープのせいで開けづらいでごわす。中身は何でしょう？ルルルルルー。結構大きいよ。せーの、ドン！あ、悟空だ！やった！欲しかったうちの一つ、悟空ゲットしましたー！かっこいい！いいじゃん、この背景も。
いい感じです。次2個目いきます。パンちゃんが欲しいな。パンちゃん、あとガンマ、ガンマ系でガンマも欲しいで。1号2号。さあ続いては何でしょうか。次、おちょっと緑色が見えますね。誰でしょうか。でん、あ、ご飯、やった、悟空に続いてご飯、いいじゃん、いいね、ご飯。ラスト、何が入ってるかな。多分ワンボックスの中から出してくれたんで、被らないようにはなってると思います、多分ね。次、じゃん、これは何でしょう。なんか何色これ。せーの、じゃん、パンちゃん、愛しのパンよ、やった、パンちゃんめっちゃ可愛い。予告でも可愛かったんだけど、映画の中でもめちゃくちゃ可愛かった。では最後、アクリルキーホルダーいきますか。全10種類で、こっちにもパンちゃんとガンマ1号2号と悟空もいます。こっちもパンちゃんが欲しいな、一番欲しい。なんか硬いのに入ってる。あ、引き抜いちゃえばいいのか、これを。お、なんか結構デカめだな。よし、行きまーす。でててててて、で、お、せーの、ダン。あ、ブロリーだ、ブロリー、かわいいな、かわいいな、ブロリー。お、すごい。あ、メタリックって書いてあったの、こんな感じなんだね。こんな感じで実物は光ります。あ、いいな、結構想像してたより大きめで。あ、いいじゃん、プロリー、プロリーも好きなんで嬉しいです。やったー、ラストアクリルキーホルダー、最後の1個、パンちゃんであろう。よし、いきます、せーの、ダーン。あれ、うっすらとあのお方が見えてますねいきます、せーの、ダーン。はい、ベジータさん、来ましたね。これ表面がアクリルなんで傷つきやすいから気をつけないといけないね。もう傷つけたくないな。というわけで映画グッズ開封してみました。私的には今回このキャラクターが被らなかったのがすごく良かったです。あとはね、この一番狙っていたパンちゃんのバッジが出てくれただけでもう満足です。かわいい。映画はとっても面白くて、最初から最後まで楽しめたので、まだ見に行ってない人、ぜひ見に行ってみてください。きっと満足できると思います。それでは今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。またねー。高速バイバイ。